デイ。はい、このキャンプ場に、お礼を言いたいと思います。私たち今日いろいろトラブルというかね、ありましたけど、全部フォローアップしてくれて、そして一番はみんなが一人一人が持ってる能力を普段多分発揮してないこと、学校とかであんまり力を出していない力をここで、出していたのがよく見えました。当然楽しみで来てるからね、ちょっとオーバーヒートしちゃった、子もいますけども、とにかく、みんなが本当にたったこれ9人しかいないのに20何人の準備と片付けは一緒です。それをしっかり君たちが片付けたことは本当に素晴らしいことだし、ぜひお家でもお母さんのためにお手伝いをしてあげてほしいし、で学校でも普段やらないことをやってみてください。ワオとかすげえとかやったーとか、でどんなことでもそういう言葉でスタートすると相手の人はプラススタートします。マイナススタートよりプラススタートした方がいいよね。だからそういうことを考えて何かやるとき、とかやだとかなんとかってやる子いるでしょ。結構もう間違いなく見てますから、あーこの子こういうこと言ったなとか、なんか物頼んでもうまくいかないんじゃないかなとか、ね、それからやったーとか OK ですとか、なんか自分らしいそういう表現を決めておくと、すごく周りの見る目が変わったり立ち位置が変わります。そうすると自分が満足をします、ね、最後は自分が満足につながるような言動行動をしましょうということを今回学びました、ね、初めてのヨータルも頑張ったしな、人生初のキャンプで、いろいろ心配事がありましたけどよく頑張りました。みちゃんも日本から来て頑張りました、ね、こっちゃんは全体を見守るというね、役目、当然リーダーになりましたけども、チームもね、チームは今までくっついてたけどよく今まで見てきたから本当にいろんなところで、いい判断ができるようになりました。もうまだまだ学年ちっちゃいんだけど、もう大きい子と同じようにこれからサワンではやっていきますから頑張ってください。第3班セコエイトです。今回の3班で頑張ったことはテント作りです。次は3班で頑張りたいことはテキパキ動いて時間に遅れないようにすることです。頑張るぞ。1班の岩瀬春樹です。今回の3班で頑張ったことは火起こしです。次の3班で頑張りたいことはもうちょっと団長の話を聞いて動けるようになりたいです。一班の榊光太郎です。今回の下まで頑張ったことはテントを作ったことです。次の下まで頑張りたいことは料理です。頑張るぞ。第3班長の水谷心です。今回頑張ったことは料理でみんなに指示を出すこととテントを作ることです。次回頑張りたいことは動画編集を教えてもらったのでもっとうまくできるように動画編集をしたいです。頑張るぞ。おー第2班班長林美月です。今回サワンで頑張ったことは料理です。次のサワンで頑張りたいことはみんなに指示を出すことです。頑張るぞ。おー日本です。みたいにさこれ今回のサワンでは頑張ったことは料理です。次のサワンで頑張りたいことはテントを作ることです。頑張るぞー。